どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんに超かっこいいデッキをねお見舞いしていきたいと思っておりまして、まあ、どんなデッキかっていう話なんですけども、超魔導ヒーロー、通称最近攻撃反応系の罠が減ってきてまして、逆にエネコンとか生物とかカナディアとか対象に取る魔法トラップカードがまあ少しまた増えてきてるかなっていう印象を受けるんですが、これねやっぱね、そういう環境に強いモンスターって対象に取るカードなんで、やっぱりキャバルリーなんですよ。キャバ強いですよね。キャバこれ対象に取る相手でも自分でも、その例えば相手が発動してきた生物を巡る戦いとかカナディアとか、逆に相手のモンスター、相手の例えば召喚獣に発動したアレイスターとかの打点アップ効果とかを全部無効にできるんですよね、手札を1枚捨てれば。だからキャバルリーが強いと。でキャバルリーを初動で即出しできれば強いじゃないですか。今回は初手ブラックキャバルリーをすごい意識したデッキを作ってきました。ですね、どうやって出していくかっていうとですね、まあエアーマンがやっぱ来たんで、そもそもやっぱエアーマンでブレイズマン持ってこれるんで、結構その、まあ、初手でこのパターンだと出ないパターンありますけど、エアーマンでアドバンテージを稼いで、要は手札コストを稼いでいくっていうパターンね、このキャバルリーの手札コストを稼ぎつつブレイズマンを持ってきて、ブレイズマン召喚からのブレイズマン融合サーチで、ブレイズマンとブラックマジシャンとか沼地、これブラックマジシャンなんで今日ブラックマジシャンなんで、この辺のモンスターを、融合して、要はキャバルリーさせていくっていう、アドバンテージを失わないんですよね、ブレイズマンとかエアーマンって。結局手札が1枚増えると、召喚しただけで。なんでそこでキャバルリーを出すことによって、普通の手札融合だけど、手札融合をしてもそのキャバルリーのコストである手札を確保できると、2枚とか3枚とかね。これが結構強いですね、非常に。で、まあ今日の主役は沼地のマシン王さん。彼がですね本当に優秀で、これブラックマジシャンでもあるし、今回の融合モンスターエクストラデッキ見てもらうと分かるんですけども、レッドアイズでもあるんですよ。彼はレッドアイズでもあります。レッドアイズとじゃあ戦士族つってスラッシュ出すとかねもできるし、あとこれねサクリファイスにもなるんで、サクリファイスって言ってサクリファイスとなんか効果モンスターでミレニアムアイズサクリファイスを出すとかもできるんですよ。でそれは普通に融合してもいいし、この、こっちネクロフュージョンでもいいと。これね結構臨機応変にその場に合わせて戦っていけるんで結構楽しいんですよね。で相手ターンにそのミレニアムアイズサクリファイスって結構出すとめっちゃ強いから、これ自分のターンに出してもあんま強くないんだけど、相手のターンに出てくると結構強いんですよね。相手の効果モンスターの効果が発動した時にそいつをパクって装備してで無効にできるんですよ、その効果を。だから例えばアレイスターの、まあ、例えば召喚獣デッキだったら、まあ、出しといて相手の、まあ、スタンバイルとかに出しといてミレニアムアイズサクリファイスでそのアレイスターの効果を無効にして装備しちゃったりとか、まあ、単純に例えば打天使とかね、打天使 のモンスター出てきてもなんかそれパクって装備しちゃったりとかできるんで結構強いんですよね。これがでも沼地さんがいるとできると、まあ、本当に優秀だね。本当に優秀、ヒーローでありブラックマジシャンであり、なんだっけ、レッドアイズでもありサクリファイスでもあると。強すぎか。で、あとは普通にブラックマジシャンですね。普通にブラックマジシャンを入れている。これなんでかっていうと、この、フュージョンリザーブでサーチできるから、フュージョンリザーブがねこれでキャバラリーとすごい相性いいんだよね。これ手札が要はキャセットして、まあ、ブラックマジシャンをサーチできるんですよ。エクストラデッキの融合モンスターいった相手に見せて、そのカード名が記されてる、要はここにブラックマジシャンって記されてるんでブラックマジシャンをサーチできるんですけども、デッキから。でこれ何が強いかっていうと、墓地から融合開始できるんですよ。だから一回普通にブレイズマンから融合して、まあ、キャバルリーに立てますよね。そしたら融合が墓地にあるんですよ。だからこれ使うと一気にそのブラックマジシャンをサーチして、融合を墓地から開始するんで手札が増えます。2枚ガラッと、これ強いんですよね。結構ピンで入れてます今。もうちょっと入れてもいいかもしれないけど、もしかしたら。であとは、防御札、まあこれですよね。強いと思うわ。やっぱデモンズチェーンは強い。効果を無効にできるのは本当に強い。これガン積みセレクション向いてください。それしか言いません。であとはまあ巡るですね。このやっぱねキャバラリーの後ろを巡るとかめっちゃ強いんで、キャバラリー後ろ巡るめっちゃ強いから、まあ巡るかな。まあこの辺は高画質とかワンチャンそのエネコンとかでもいいのかもしれないけど、まあ巡るが俺は一番強いと思う。で防潮封印スキルは
これやっぱ10代くんとかあの遊戯くんで使いたいんですけども、やっぱ勝つっていう目的であのランク戦とかを潜る場合は打天使とか、知らぬいとかね、ぶっ刺さるテーマが多いんで墓所封印で対策するしかないかなと。そんな感じです。早速、エアバルスラッシュやってみましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、胸筋ですね、シンプルに胸筋よろしくお願いします。デュエルスタンバイとりあえず、沼地のマシン用の効果発動、融合手札に加えていくぜ。そしてエアーマンを攻撃しようでしょうか。エアーマンの効果発動、デッキよりヒーローを手札に加えていくぜ。エアーマンでエアーマン持ってくる、やった出た、これエアーエアー、これエアーマンでエアーマン持ってくる最強ムーブ、エアーエアー。そして俺は手札に存在する沼地のマシンをかっこブラックマジシャンとエアーマンの魂を合体融合召喚、超魔導騎士ブラックキャブラリー。あれ、あそうか、闇か闇の力、これね闇の力結構最近いるんですけど、これなんでかっていうと、あの打天使にその天使族の、攻撃力が下がるんですよ、攻守がね。だからね意外とね、そのイシュタムの守備2700とかなるから結構強いんだよねこれ闇の力意外と。まあ、小頭祭とかされるにしても別に小頭祭をそのフィールド魔法に打たせるのは別にいいから、そんな痛くないっていう か結構意外とこの闇の力意外と強いっていう話が今出てます。実は召喚魔術きた、やばい強い。ただねこれね、キャバラリー何が強いかっていうと、これねアレイスター止めれるんだよね、相手のアレイスターって打点アップするの対象に取るんですよ。あれ融合モンスターを一体対象に取って打点を上げるっていう、効果なんで、これねめちゃくちゃ強いんですよね実は。召喚獣には意外とこれ3300って意外と抜けないから、あーまあ呼吸としてもね別にそんなに痛くないかなっていう感じ。まあ一回こづいて3球にしたところで別にそんなに痛くないし、あいつ2800しかなんないから1回使ってもね。で今アレイスターは2回止めれるんですよ。意外とねキャバルに立つと結構召喚獣黙るんだよねさあ、胸の胸筋、あまりにもベンチプレスをしすぎた男、おいほら来た、これは弱いわ、このムーブ弱い多分。出しちゃっても良さそうだけどな。ですね、次でいいか、ブレイズは難しいなこれ、ちょっと考えます。超高ボタン押します。何これ、リンクス超高ボタン欲しいわ。いや一回エアー出してエアーでいいか、普通にエアーでいいやエアーしてで、ブレイズ持ってくればいいか別に。エアにある必要ないからな、まあ、ブレイズ持ってくればいいか、ブレイズ持ってきて、まあエアでもブレイズもどっちもいいんだよ正直、どっちもいいんだけど、まあ、これとりあえずこのなんか思考融合とかいうカードめっちゃ強いと思うんだよねこれ。ネクロフュージョンこれ最強に刺さってる気がするから、まあ、セットするか。でこれ使いたいから墓所はしないで、アレイスター投げるなら投げてくださいみたいな感じでしょこれ。ここでいいんじゃない、はいどうぞ。でどうせ1回使うから多分これ使わねえか、使わねえな、オッケー了解、使わねえか確かに、よし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 、オッケー。さあリミット1の呼吸ドスがいってしまいました。さあどうするでしょうかこの狂気お化け、手札めっちゃ多いけどね、なんかモンスターばっかりなのかもしれないね、もしかしたらアレイスター2枚ぐらいは多分ありそうだね基本的に。であとはこれ何デッキなんだろうな、闇の力召喚中何々だと思うんだけど、ちょっとまだ分かりません、何なんでしょうか。でも魔法使いかな、マジシャンガールがそっち系かな、もしかしたら闇の力だからね、一応魔法使いが伊達上がるんで魔法使いデッキじゃないかなっていう。あーなるほど、それは別にいいですね、問題はない。今ライディーンいないから、召喚獣ライディーンはいないんで、リンクスにだからエアーマンを巻き込まれることはない、墓地のいやもう沼地さ、あそういうことか、なるほど沼地をアレイスター扱いね、量プリガトリオ OK、 プルちゃんは、ま、エアーマンは別にいいや、やられても問題はない。ヒーローでいこう、じゃあヒーローあこれ強いんじゃないこれ、これだってこのまま殴ってきたらこれヒーローからのグレートあるよ、タウンバーストっつって相手の盾点一気に半分にするっていう、あの完全にあの何ゲールのシップのゲールの上下感の効果持ってるからあの人、バトルいいでしょう問題はない。アレイスター止める、アレイスターないな、このチェーン
この感じねえわ。アレイスだ、ダメージなんもなかったし。いくぜ、ネクロフュージョン発動、墓地のエレメンタルヒーローエアーマン、そしてエレメンタルヒーローエアーマンをゲームから除外し、グレードトルネード渦巻くヒーロー誕生だぜ。効果発動、タウンバースト、強い、強すぎる、あ強い強い強すぎ、強い、これは強かった、これは強い。相手ターントルネードマジで強いっていうことが分かるね。はい、さあお相手の方、闇マリク選手、よろしくお願いします。13倍、これはブレイズですね。ブレイズ召喚、ブレイズ効果、ブレイズマンの効果によって融合を手段に加え、そしてこのまま俺は手札より融合魔法を発動、融合の効果によってフィールド上に存在する戦士族、そして手札に存在するブラックマジシャンを、いや本当ブラックマジシャンか、これネクロあるな、ネクロある、これ沼地だ、沼地のマシン王を融合し、融合召喚、現れよ超魔導騎士ブラックキャメラリー、そしてカードを1枚セット、墓地を出る必要ねえもんな、これ闇のゲームか、あははは、なるほど、闇のゲーム、ちょっとめんどくさそうなので言ってたんですけども、セットセットセット、サンクセですか、めんどくさそうですね、めんどくさそう、なんかめちゃくちゃめんどくさそう、とりあえず貫通しなくていこう、めっちゃ光る、めちゃくちゃ光る、これなんだ、ちょっと墓所はする必要ねえけど、とりあえず貫通でぶちかましていこう、貫通でぶちかますのはマジで強いか、多分これ、これなんだ、あーなるほどですね、はいはいはい、ウォームアーム、なんも使わなかったか、多分ね、あの攻撃反応系1枚くらいはありそうな気するんだよね、この感じだと。またセットか、あーまあ使う必要はないな、ラバーゴとか入ってるかもしれないしな、ラバーゴ警戒していこう、ラバー&ゴーレも警戒していこう、なるほど、めぐる、めぐるか、これさ殴り続ければ勝てるんじゃねこれこれ殴り続ければ勝てるんじゃねこれで、これで一応リバース効果も一応めぐるで対策できてるんで、多分なんとかなるとは思う。さあそのモンスター何、一応ですね、あのカナディアとかそういうカードだったら止めれるんで全然問題ないんですよ。マッシブはダリー、ガッチでダルい、マッシブはガッチでダルい、ちょっと待ってくれ、これ2体展開するしかないってこと、これきついな、これきついぞ、これはきついぞ。でキャバロリーもう一体行くしかないか、キャバしていくしかないか、これはそこらしがないことを祈る、そこらしやめてください、そこらしされたら俺罪ですからそこらしやめてください、はっ、かなりオッケー、よしオッケー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 。でキャバロリー効果でこれ捨てていく、これはなんとかなったけど、これ返しのターンの何、ラバゴはマジできついね、返しのターンラバゴマジできついわ、あんのかい、害悪に屈するんですか、僕ここまで来て、いやーきついな、これはきついぞ。フュージョンリザーブか、まあ悪くはない、悪くはないがセットしていく、でもここでセットしてめぐる使う意味わかんないもんな、これ、いやーきついかなこれ、ちょ本当にラバーゴやめて、ラバーゴやめて、ラバーゴやめ、あよ、危ない危ない、ラバーゴ危ない、ラバーゴ危ないラバーゴ危ない、ラバーゴやめて、ちょっとやばい、きつい、あーもう、いやーでもこれワンチャンあるか、これワンチャンあるな、これワンチャンあるぞ、これワンあるな、これデモンチェーン強くね、これこれ分かった、これ来た、これ来たわ、これここで、ここでラバーゴ警戒だ、ラバーゴケアしていく、巡っていこう、巡っていこう、巡っていこう、で巡っていく、でキャバを除外して、これでラバーゴできない、ラバーゴできない、オッケー、ケアった、これはうまい、これは遊戯王がうまい、オッケー、セット、オッケー、で、戻ってくる、あいつは戦闘で破壊できないんですよ、あの2回殴らないと、で、なんか戦闘ダメージ無効なんですよ。ただですね、その効果を私は今から無効にしたいと思います。いけブラックキャバリー、バトルステップだ、いくぞブラックキャバリー、俺と共に来い、デモンズチェーン発動、俺はマシブウォーリアの効果を無効にしていくぜ。さあこれで3800の貫通ダメージを受けろ、バージェストバーディア、そんなもんは無効だ、俺は手から、ブレイズマンを墓地に送り、
そのカードを無効にしていくぜ。くたばれクソ陰キャが。陰キャには屈しない。害悪には俺は屈しない。何、お前が害悪じゃないかって。確かに。さあ、お相手の方、パイナポー龍崎さんじゃないですか。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。パイナポー龍崎さんじゃないですか。パイナポー、ブレイズマンを召喚し、ブレイズマンの効果発動。俺は融合的なに加え、いやーやっぱ初手キャバラリーめっちゃ出るわ。クソ強い。で融合発動、普通に融合からね、シンプルに融合するのが一番早いんだよね多分。キャバラリー出すってやっぱその融合召喚条件がすごい緩いんで、そのブラックマジシャンプラス戦速っていうね、もうなんか低層関連緩いなんで、このモンスター相手が戦士と見るや否やね、飛びついていくんでね彼は。あ、戦士あそこにいる、うおやろうぜっつって低速関連もうゆるゆるで、もう戦士だったら誰でも来いみたいな感じで、もうストライクゾーンなんかもうあの1歳から100歳みたいな感じなんで、めちゃくちゃ強いんですよ。あー、それはやばいね。それはシンプルにラバゴ飛んできそう。ラバゴは飛んできそう。ラバゴは飛んできそう。もうちょっともうミスララバゴとかいうさ、クソ害悪戦法マジやめろよ。来たよ、これマジで、これガチで害悪じゃない、これガチで害悪なんだけど、これ以上の害悪ムーブないわ。なんか相手で送りつけてそれリリースっていうね、これガチで外国だよなこれ。所有者のここやっべえこと来た、やべえこと起きるって。それこれ死ぬわ、これコマをこのままだと死ぬから俺こうするしかないわ。こうしてこうしよう、でこれ下げていこう。いやークソ外国マジでアップレー、よかった、めぐるわって。これ死んでたらめぐれなかった多分、これ死亡だったのかな多分。アップレー、危ねえけど死亡でもねえか別に。でもワンあったか、別にこのターンで死んでねえから。まあでもとりあえずいいや。でミレニアムサクリファイス、効果モンスターと沼地だけど今出せないか。いやー今エアーじゃないな、これエアーじゃない、これグレーズだったら終わっちゃった。エアーマン召喚で3000ダメージぶち込んどけんじゃねえか、これこうだろ。これはブレイズ持ってきといて、これいけんな、これいけるわ、伏せねえし。傍若封印する必要もねえな、ヌマッチ使う必要もねえな。これバトルでいいんじゃないか、普通にバトルで良さそうだな。何も出せるしな、融合して。いやーまあちょっとここはあれですけどね、ノママスター入ってば強いんですけどね、ノママスター入っては強いんだけど、ちょっとないのでバトルするしかないか。こうだな、で1800アタックで3000アタック、よし、オッケーよし、返した、オッケー、大丈夫だ。ハイレベル、ドローセンスハイレベル。ラバゴじゃねえか、絶対ラバゴじゃねえかよ、絶対的な。うわー、ダリー、クソだるい、あ、つえちょっと待って、強いんだけど、え？